僕たちは速い潮の流れに乗ってしまい、不気味な島に打ち上げられてしまった。ショックで気を失ったアプリは、僕が島の様子を見に出かけた隙に島に住むユニコーンに連れ去られてしまう。島の反対側に上陸したフードマンたちをアプリのところへ案内するユニコーンは敵なのか、はたまた味方なのか。あなた誰？まあ、ユニコーンじゃないの。ねえ、ここはどこなの？とんがり島だよ。今、何か言った？ああ。あなた、口を聞けるのね。うん。なぜ私、こんなところにいるの？僕が運んできた。あなたが？なぜ？アプリコット姫、どうあがいてもここからは逃げられないぞ。そう、諦めた方がいいぞ。フードマン、あなた、君をあの人たちに渡すように頼まれたんだ。いないか、カイモン。僕を歓迎する気はないらしいな。あ、壊れちゃいるけど、確かにあれはスコーピオン号だ。ってことはフードマンたちもこの島にいるってことだ。アプリコット姫、諦めて捕まってしまいなさい。いやよ、誰が捕まるもんですか。逃がすな、おい。はい、ボス。もちもち、待て、逃げるな。あの女の子は何なの？本当に悪い子なの？ああ、あれは本当、いや、あいつは悪魔の娘でとても悪いやつなのだ。捕まえて渡したら本当に島から連れ出してくれるんだね。ああ、もちろんだと。おっしゃ、いや、コウモリのおじさんもそう言ってたろう。うん、そう言ってた。じゃあついておいでよ。あっちへ逃げても無駄だ。何だ、また逃げたよ。逃がすもんか。追い詰めたぞ。諦めろ。おぶりおぶり、お旦那、お前登りたいだろ。あ、いいよ俺。ジャック、あんたが登れば。早くしないと逃げられちまうよ。ボスに叱られても知らないよ。ボスに行って危険手当出してもらわなくちゃ合わねえな。何なのかしら、この塔は。Yeah.
なんだこの、あ、この足ちょ邪魔、ちょっと、ちょっと、おい、ちょっと、ちょっと、ちょっとじゃないよ、わ、なんでする、なんとかしろ、なんとか、アプリだ。通気用の塔だ。必ずあそこに来ると思った。で、どうやって捕まえる？あそこに橋板がしまってあるよ。よし、あそこから向こうへ渡ろう。なんでアプリが。どうするつもりなんだ、これで。霧を調べるの。よし、これでいいだろう。おった、飛ばしてみてくれ。うん、そうだ。よし、手を離せ。いいぞ、その調子。霧を調べるって何のために？もちろんボスコ号を飛ばすためさ。俺の見るところ、この島の頂上あたりの上空には強い西風が吹いている。で、島のこっち側ではその風が山にぶつかって複雑な気流を作っているはずだ。それがどんな具合になっているか調べておかないとボスコ号を飛ばせないんだよ。そーら、来た、西風だい。思った通りだ。あの辺から上昇気流になっているな。手伝ってくれ、ロープを掴んで。アプリ、アプリ。フロー君。アプリコット、もう逃がしはしない。フードマン、さ、アプリ、こっち、こっち、こっちだよ。このドジめ、おっしゃ様。なんだこの絡まってるロープは。このロープにしっかり捕まってるんだ。二人が助けに来てくれた。あったぞ、風船が。それになぜかフロークとアプリもいる。ん、フードマンのスコーピオン号だ。そうだ、いい考えがある。あいつら何文句に構えてるんだろう。助けに来ようともしないぜ。しょうがない、こっちから行くか。トッティの考えてること、僕には時々わからなくなることがあるな。いいか、あれを使うのだ。ユニコーンが言う通り、この島は気流が悪くてスコーピオンといえども直接飛び上がるのは難しい。島の頂上近くまでなんとか船を引き上げ、一気に上昇気流に乗らなければ脱出できない。わかりました。奴らが留守のうちに手配します。見てよ。
誰もいないようだな。中にいるかもよ。調べてみよう。いいか、返事があったらすぐに逃げるんだ。おーい、誰かいるかい。やっぱり留守だ。さ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。タッティ、大丈夫かい？誰かいるかもしれないよ。大丈夫、すぐに引き上げる。どっかにロープがあるはずだが。ロープ？あった。あの山の上を越すんだ。へえ、高い。この縄を上まで引っ張っていけばいいのかい？そうだ。よし。なんだ、あのロープは。タッティたちはこんなことやってたのか。行ってみよう。いや、ひどい目にあったな。ねえねえ、あんなことしたの誰だろう。ボスに決まってるじゃないか。ボスは何をするつもりなんだろうな。とにかくボスの手伝いに行こう。お、頂上は鐘楼になってるぞ。こいつは具合がいいや。釣り上げ用の支柱も残ってる。おい、待て。私は疲れた。お前の背中に乗せろ。これ楽だ。もっとスピードは出んのか。ぶっ、ああ、痛いじゃないかも。しょうがないやつだな。役に立たない奴を連れてはいけない。それじゃ約束が違うじゃないか。約束？そんなものはしていない。おかしなこと言うな。ユニコーン、どうかしたの？割れ目に足を取られたのか。もうちょい。あ、くじいてるのね。ちょっと待って、フロー君、あなたのネッカチーフ貸して。よし。はい。よし。よし。はい。どう？具合は？あなたたち悪魔なのに、どうしてそんなに親切なの？僕らが悪魔だって？誰がそんなこと言ったんだい？フードマンさんだよ。この島に一人ぼっちで置かれた僕を島から連れ出してくれる約束なんだ。どうしてあなたは一人ぼっちでこの島にいるの？大人たちが寄ってたかって僕をここへ連れてきて、自分たちだけは飛んで帰っちゃった。ところでフードマンがどこにいるのか知ってる？縄を引っ張って島の頂上に行ったよ。じゃあこのロープはタッティたちが引いたわけじゃないのか。タッティ、おった。やあ、フロー君。君たち何やってるんだ？ボスコ号を島の頂上まで引き上げるための工夫をしてるのさ。フードマンもこのロープを引いて島の頂上に向かってるらしいよ。さては、フードマンも同じことを考えてんな。同じことってなんだい？相手の船を重りに使うことさ。
これは急がなくちゃ。疲れた。ボス、ご苦労さんのこってす。そのロープはお前たちが引いてきたのか。いや、ボスじゃないんですか。そうか、連中も私と同じことを考えていたのか。このロープを横切り回して急いで船に戻るんだ。へい、あのこのロープをどうします、切っちまいますか。その必要はない、かえって好都合だ。さあ急げ。連中の取り付けたロープ外しちまおうか。その必要はない、かえって都合がいい。アプリクラッチを入れてみてくれないか。これね。よし、いいぞ。すぐに出発しよう。おった、どんどん火を焚いてくれ。それともうじき船体が立つぞ。わかってるよ。よし。まずいな、引っかかっちまってる。連中の船は崖に引っかかった。今のうちに頂上まで上がり飛べ。あとは良いな、私は大ボス様のところへ帰る。任しといてください、そうなりゃこっちのもんです。ねえ、私たちどうなっちゃうの。これじゃどうしようもないよ、アプリ。ユニコーンだ。ボスココを崖から離そうとしてくれてるんだ。よし、こっちも揺さぶりをかけよう。オッタ、火をどんどん焚いてくれ。はいよ。よし、あ、これは楽だ。ユニコーン、飛ぶの、飛ぶのよ、飛んで。飛ぶ。素敵よユニコーンさん、あなた飛ぶのとっても上手じゃない。僕は自分が飛べるなんて考えても見なかったよ。これも君たちのおかげだ。でもこれで訳が分かった。僕がなぜ一人でこの島に置いとかれたかが。どうしてなの。みんなは僕に人を頼らず自分の力で飛べるようになってほしかったんだ。そう、その通り。それが一人前になるってことなんだよ。閉めた、上昇気流だ。危険ゾーンは超えたな。ロープを切らせてもらうよ。あら、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 ちょっと。覚えてろ。またひどい目にあった。見て、何かしら。迎えに来たんだ。一人前として認められたってことさ。あ、ネッカチーフ返してもらうの忘れた。一人前になったという記念にプレゼントしたら。ずっとしてたからないと首筋が涼しいよ。もしよかったら私のハンカチをネッカチーフの代わりに使っていて。おいいな。ああ、僕もネッカチーフでもしようかな。
オッターは蝶ネクタイの方が似合うと思うよ。ネッカチーフの方がいいの。さあ、火をどんどん焚かなくっちゃ。今週のボスコ情報。ラビー、一人前になるってのはどういうことかな。そんなことは簡単だ。ガールフレンドがいて、それから物事を自分でやれるようになったら、それで一人前さ。ラビーは一人前？そうだよ。ラビーにガールフレンドなんかいたっけ？ああ、いるとも。よし、今からヘッチーに紹介しよう。それ！はーい、ジェニー。元気かい？ラビー。こんにちは、ジェニー。まあ、ヘッチーも一緒なのね。で、何のよ。いや、何、ヘッチーを君に紹介しようと思って。ヘッチーなら私よく知ってるわ。そりゃまあそうだけど。ジェニーがラビーの。うん、いや、ちょっと通りかかったもんだからね。じゃあまた、ジェニー、バイバイ。なんだって今さ、ラビー苦しいじゃないか。ごめんごめん。ちゃんと紹介するって言ったのに。まあいいからいいから。の中を飛ぶボスコ号。ところがアプリは水の妖精だから、あまり寒いと凍ってしまうんだ。アプリを温めるため着陸した村では、村を守る風車の故障で困り果てていた。次回、ボスコアドベンチャー。凍った村を救え、雪原の大追跡。みんな見てくれよな。